はいどうも、あらつめ店伝言です。はい、ということで今回ですけども、横にいる女性誰、どういうことってなってると思うんですけど、タイトルにもある通り、私伝言結婚させていただきました。僕の妻です。はじめまして、アスカです。よろしくお願いします。で、今回結婚させていただいたんですけど、まだその事実は花尾に言ってないよねっていうのがあるんですよ。今回はですね、僕と花尾でここで普通になんか偽企画をやろうと思います。その偽企画をやってる時にですね、アスカが店員とかにいたらどうなるのかということをね、やっていきたいということで、本日の企画はですね、もしも相方の妻がカフェで働いてたら花尾は気づくのか。で、僕と花尾は今からここでお酒を飲む企画をちょっとやるんですけど、その時にそのお酒を持ってきたりするのがアスカと。で、花尾とアスカの関係なんですけど、花尾はアスカに一瞬20分ぐらいだけ会ったことあります。だからその20分の会った時にの内容だけで私気づくのかどうかということで、ドッキリやっていきましょう。どうも、ハリズメ店花尾です。どうも、ハリズメ店伝言です。ということで今回は、これ僕の持ち込み企画でございます。はい。あの、花尾さんね、やっぱもうさ、もうすぐ30歳になるじゃないですか。で、30歳になったらどうなりたいとかあるんですか。逆に、うん、あの、幼児体育をしていきたいって折り返し地点折り返し地点、なるほど。ちょうど60でまた0歳に戻る、はいはい、なるほどなるほど。じゃあ花尾自体は幼児体育をしていきたいんやけど、30歳という年を迎えてるにもかかわらず、うん、まだやっぱ知らないことが多すぎると思うんですよね。ほう。大人の遊びというのをあんまりやらないじゃないですか、うん、特に一番ね、知らないなと思う花尾さんが苦手な分野ってどこですか。飲み会。飲み会、お、いいわ、キーワード出ましたね。ということで今回やっていきたい企画はですね、花尾30歳になったからこれぐらいは知っとけ、お酒センター試験。なってねえよまだ。今からバーに行きます。マジで。で、楽じゃねえ。で、あ、これがこういう味なんだっていうのを多分そんなやったことないと思うんですよ。実はこういう美味しい酒、お酒もあるとかもあると思うんで、今日は僕が大人のお酒というものを教えてあげて、最後に酩酊状態のままセンター試験、僕テスト作ってきたんで。大人って嫌やなというわけで、はい、大階段風を見ず味噌汁の階段登る、俺はまだ童貞さ。まあ、よくそんな YouTuber みたいなことできんな、お前。え俺結構恥ずかしいで、こういうの。マジで、むしろ生きてる。お前らこんな持ってないやろ。そのメンタルお前強いな。そうそうそう。来ました。お、なんかすごい。これですか。これファイブ。ファイブさん。ファイブ。じゃあちょっと入ってみますか。入ってみましょう。はい。お邪魔し、お邪魔します。すいません。こんにちは。あ、なんか今日撮影で、あの、お待ちしております。あ、はい、お願いします。待って、なんか騒ぎにくそうな感じ。そうやな。ああ、めちゃめちゃなんかおしゃれない。想像よりおしゃれやった。こちらも隣の子お願いします。はい。で、今からまず進め方としてはお酒をどんどん頼んでいくんで、はいはい、それをまず飲み比べてください。だからそれを今日はテストするんで、大人の階段を登ってもらいます。なるほどなるほど。はい。なんか落ち着かなさそうやな、このお客さんのあれなんで。ちょっと待って、全く落ち着けないですね。さあ、大丈夫大丈夫大丈夫やから。最近何考えてるんですか。え、何にある。武器商人の。今どこにいるの。二の三ぐらい。でも俺、もうこと。あ、こと。はい、ありがとうございます。え、じゃあまずこれ、なんていうお酒が入ってるでしょうか、これ。そんなんまず候補すらないんやけど、あんまり。飲んでみて、飲んでみてね。じゃあ、いただきます。はい、これめっちゃ濃い、これ。マジで？これ何でしたっけ？カシスオレンジ。カシスオレンジ、はいはい。ちょっと今、一口で、ちょっと今、パルコンパンチから。マジで、うん、これちなみに、なんてお酒が入ってますか？これオレンジジュースとアルコール、うん、アルコール、アルコールの名前知ってるから。ピーチなんやね、こっちは。これや、ジントニック。ジントニック、はい、ありがとうございます。あ、なんかあの
これちなみにウォッカとお酒入ってる。あ、そう、うん、それや。これちょっとな、あ、覚えてダメです。ちょっとダメです。ダメじゃない、ダメじゃない。じゃ次これ、はい、いただきます。はい、ジントニック。あ、こっちの方がアルコール度数は低い。じゃ判別してるだけ。え、でも今日は最終的に味検定もあるんで、目隠しして飲んで、それが何というお酒かっていうのを当てるのもあるんで、これ味覚えておいてくださいね。マジで。あ、これファジーネーブですね。これファジーネーブですね。あー、めっちゃ桃やこれ。はい、とりあえず5種類ね飲みました。サワーいきますか。はいはいはい、いいっすよ。あ、ちなみにこれ、あの、教材なんで、これ本日の教材です、これここに載ってるものは全部出る可能性があると思ってくださいね。とりあえずの頼むしかないじゃん。いいよ、じゃあ頼みましょうか。お願いします。じゃあグラスビールと、はい、コロナビールと、はい、タクンシャルドネハイボール。ハイボール、もうこれぐらい大丈夫です。わかりました、かなり少なめで。じゃあ、はい、お作りします。少しお待ちください、ね、やっぱ大人っていうのはね、はいはい、炭酸抜いていくんですよね。はいはいはい。小池って基本ジュースなんですよ。はいはいはい。どっちかとこれ20代なんですよ。はいはいはい。あんまり30代としてはふさわしくない。なるほど。的には。店員さんめっちゃ可愛いじゃん。確かに店員さんめっちゃ可愛くない？可愛い人多めやね。うん。あ、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ワインをまずまとわりつく缶なんか匂いをね、お買いでいくと。お待たせいたしました。ハイボールでございます。おはようございます。おいいですね。あ、いいですね。大人に近づいてますね、今。いいですね。いいですね。AV のなんかオープニング撮ってるから、ね、いただきます。はいはい。おすいません。どうぞ。失礼いたします。あ、ひーちゃんでございます。こちら失礼します。お姉さんおいくつですか？私26歳ですね。あ、26？ はい。へぇ、失礼します。いいやん。お前、マジでこれとじじい。え？ハイボールいただきます。はい。クソまずい。何やねん。何やねんじゃない。何やねん、この組み合わせ。今からちょっとあの、模試やります。あの、目つぶってもらうんで、どれか1個入れるんで、今頼んだやつのどれか、これ模試です、これ、はい、あ、模試ね、はい、はい、ほぼちょっとしか入れてないんで。飲むで。はい、大丈夫です。わかりましたよ、これ。何ですか、何ですか。これは、はい、モスコミュール。正解、すごい、素晴らしい。おお、すごい。ジンのやると、ほっかな甘みが加わってたんですよね。なるほど、なるほど。だからそこで、あの、ちょっとあの、あっちとの差別化ができて。なるほど、なるほど。でも早くもちょっとなんか寄ってきたな。寄ってきた。グラスビールです。お、グラスビール、あ、これ正解です。グラスビール正解、すごい、素晴らしい。あの、現在 B 判定ですね。あの、B 判定ですね。いや、すごいですね。いきなり全部結構覚えてる。うん、覚えてるよ。すごいですね。すいません。あ、可愛いお姉さん。この店の見どころはお姉さん。お姉さんめっちゃ可愛くない？ほんまに。すいません、あの、はい、ここの、はい、ここ5つください。コロナから下ですかね。ここ1つずつ、さっきのあのこの量で。極小で。お姉さんどこ出身ですか？私は兵庫県出身。あ、兵庫県。はい。じゃあ僕と一緒ですね。本当ですか？僕と一緒ですね。行くどことしてね、さらっと。いや、お姉さんめっちゃ可愛い。兵庫県も広いんで、いろいろあると思います。あ、そうなんですね。ありがとうございます。銀眼鏡も届き方がなかなか大人のおじさんの感じで出ますね。そんなことないよ、そんなことない。でもなんか、うん、お前の彼女にちょっと似てる雰囲気に。え？まあ、ちょっと似てるかな。確かに、確かにちょっと似てるかもしれない。確かに、ちょっと言ってやろう。確かに。あ、言わんとって、それは。うわ、待って、全然違うからねんけど。あ、おお。あんまりね、仲良くはないね。なるほど、なるほど。まあ、多分コーラが入ってないんだけど。はいはいはい。嫁姑問題が発生してるような。嫁姑問題、同居してるけど、はいはいはい、嫁と姑の仲が悪い空間で同居してるみたいな感じ。シャンデーカップね。お、これ非常にね、
良好な家族形態です。家族形態、これお気に入りですね。あ、これお気に入り、これ飲みやすいです。じゃあ新婚がお気に入りってこと。新婚生活やったら最近憧れてるんで。憧れてるんや。僕は宣言すると33歳までには結婚してると思う。33歳までに結婚してる。マジで、マジで言ってる、うん、直近はそんな、なんか結婚とかないんかなと思ったけど。何種類来た。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15種類ぐらい。おー、15種類ぐらい食べましたね。だんだん寄ってきてる。じゃあそろそろ行きますか。あ、OK、じゃあ行ってみますか。はい、よし、じゃあ行きますか。すいません。まず最後のテストを行ってしまっていいですか。全然伝わってなかったです。テスト、てかお姉さんめっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。お姉さんエグ可愛いですね。可愛い。てかお姉さん、お姉さん一回僕と結婚してもらってもいいですか。本当にお姉さん僕と結婚してください。僕と結婚してもらってもいいですか。本当にお姉さん僕と結婚してください。知ってるやん。ええ、どういうこと。あんたと結婚してます。あ、私そうやった。そういうことかー。そういうことや。知ってるやん。ええ、どういうこと。あんたと結婚してます。あ、私そうやった。そういうことかー。そういうことや。忘れてた。忘れてた。結婚してるやった俺ら。はい、ということで、そういうドッキリ。そういうドッキリ。はい、ということで、デンガンとアスカ結婚してたドッキリでした。おめでとうございます。おめでとうございます。いや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 、ちょっと、いやいや、この企画何やってけど、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、でも似てると思ったよとか言ったよな。言った。もう素晴らしい、素晴らしい。ちょっとだけね、お会いしましたもん。そうですよね、うん、エキストラの方々ですけど、皆様お疲れ様です。ありがとうございます。すげえ、いや、マジか、めでた。はい、ということでですね、てか、電眼のお嫁さん、かわいい。いやいやいや、てか、俺普通に言うのが美人な人やなと思ってたから。そう、ちなみにですけど、あの、もう2席入れて1ヶ月以上経ってます。マジで。マジで知らねえ。聞いてねえ。この企画のために。だから、ほら、見てください。あ、そうそうそう、だから俺さ、そう思って、だから俺しかも、そう思って、もう何場所でこいつと思って、はい、彼女もいるのにと思って、一緒に指見たら、なんか、左手になんかはめてあるから、こ、うん、の人結婚してるんかなって。おー、素晴らしい。こいつ、ほんま、彼女もいるのに結婚してるのに、こいつ、なんちゅうデリカシーな男やねんって思いました。はい、ということで、あの、実はもう、1ヶ月以上前に結婚してましたという報告です。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。え、お前らもしてたんだよ。うん、もちろん。あ、ちなみにあの彼らはプロポーズにも同席してます。マジで。おー、そんな重要な主義に立ち会ってた。ちょっとでももう一回やらなかったな、俺も含めて。お前も。いや、でもマジで本当におめでとうございます。ありがとうございます。びっくりした。びっくりしたわ。よかった。もうね、あの、うまくいくかビクビクの中やってましたよ、我々。はい、本日はこちらのね、ですね、大阪の南堀江にあるカエルさんというカフェにご協力いただき、この企画が成り立ちました。メニュー美味しそうやったよな。カフェが、カフェが美味しそうで、で、お酒も確かにバーみたいに種類あるし、それだけじゃなくて普通にお酒目的じゃないカフェとしても楽しめるということで、ぜひ大阪に住んでる方とか、まあ、近くに住んでる方はぜひこちらの方に一度寄ってみてください。詳しくは概要欄から見てみてください。はい、ということで本日の花おでんが以上になります。はい、あの、新チャンネルもぜひよろしくお願いします。たまるクエストよろしくっていうか、バチバチもうたまるって出していくって。あの名字出していきますね。はい、じゃあたまる家をね、これからも皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。